はい今回なんですけれども1月5日のマーケットを振り返っていきたいと思います。いろいろ面白いことが起きておりますよということで。 えまずアメリカの方ですけれども VTI これアメリカ全部入ってる指標ですねえこちらの方が高値更新してまあそこからね下がってしまったんですけれども一時高値取っておりますよと終わり値ではマイナス0.19%ですねえそして s p 5 0 0ですね VOO という ETF ですけれどもこちらはマイナス0.04%で引けておりますそしてハイテクが多いナスダックですねツイッターとか見てるとレバナスレバナスって言ってこうレバレッジかけた ナスラックこういう999の2倍とか3倍とかねそういう商品が流行ってますけれどもそこの999でマイナス1.3%とこの指数の中では一番下落が大きく引けたというのが昨日のアメリカ市場ですねそして本日の日本株なんですけれどもマザーズが非常に下落しておりましてマイナス5.02%で引けておりますチャート見ると前から下落トレンドではあったんですけれども今こう下の 線えー、サポートラインですね。ちょっと割れてきておりますよ。ということで、ここからリバウンドするのかどうかっていうところですね。はい。ぐらいちょっとね、1日でマイナス5%は久々に見ましたね。この下げは。で、なんでここまでグロース系下がっているのかっていう話で、ある程度この999、アメリカのナスダックに連動してる部分もあるとは思うんですけれども、今、トヨタとかソニーとかオリックスとか、あのあたりの 有名どころがかなりこう、上場来高値っていうか年初来高値取ってきてて、高値付近であるっていうところと、一旦こう IPO とかも落ち着いてきたんで、その大型に資金を移したりっていうところもあると思うんですね。あとやっぱり大きいのは金利が上がってきてるっていうところで、米国債の2年の利回りなんですけど、いわゆる短期金利ってやつですね。これがここ数ヶ月でこう上昇してきておりますと、アメリカの10年金利に関してもちょっと上がってきてはいるんですけれども、こう、金利が上がってくると企業はお金を借りにくくなるんですね。 でこれまでは景気が悪かったんで金利を引き下げていたと。だから企業もお金を借りやすいし事業がやりやすい。新しいビジネス始めやすいんで流動性が高くなって株価が上がりやすかったっていうのがこれまでですね。まあ、ただ2022年、これも何回も言ってるように FRB は利上げを3回織り込んでいます。だから今年利上げ3回します。で金利がもうそれを受けて上がってきてるっていうことなんですね。なので企業が特にこういう 中古型グロースですよね。ナスダック系とか日本だったらマザーズ系の中古型株。自家総額が小さい。売上が小さい。会社とかはこれからビジネスを拡大しようってなった時にどんどんお金が必要になってくるんですけど、そのお金を借りようってなった時に金利が高くなってくるんで、ちょっと設備投資なかなかしにくいなとか負担が大きいなっていう話になってくるんで、これまでのような成長、ハイパーグロースって言われるような高い成長が 保てなくなっているっていうのが今起きていることなんで、だから単純になんか売られすぎてるどうとかっていうよりかは、やっぱりそういう大きなマクロの金利っていうところが動いてるんで、こう非常に本質的な話というか、一時的にこれ下げてるだけっていうよりかは、もうほんとどちらかというとこれからのトレンドは利上げなんで、で、インフレも進んでいくって言われてますし、というところでなかなかこう金利上昇を受けたり、というところで、あとは他の大型株が頑張ってたりっていうので、資金がなかなか集まってないのが今このマーザーズで下落しているっていう状況ですね。はい。そして日経平均株価の の方ですけれどもプラス0.1%で引けておりますトピックスの方ですけれどもプラス4.5%で引けておりますということですねはい本日の業種別の方なんですけれどもこれもなかなか特徴的かなと思います保険非鉄金属輸送用機器ゴム製品値上がり上位きてますねあとは銀行とかその他金融とかも上がってますで値下がりのトップ10のところでいくと精密機器サービス医薬品その他製品情報通信ということになっておりますやっぱりこれもさっき言ったように金利上昇にと なって、保険系とかですよね。あとは銀行とかまあ、金融系が非常に今強いということですね。あとは本日の年初来高値銘柄数ですけれども96銘柄あります。で、ここもなかなかこうみんなが好きそうなところですよね。丸紅、三井物産、住友商事、三菱商事とかこの辺の商社入ってきてます。まあ、ここは単純にコモディティの価格、物の価格が今上がってるんで、物の価格が上がれば売り上げとかも上がるっていう仕組みになってるんで ま、この、業績伸びてくるんじゃないかっていう期待されて買われているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あとはオリックスも年初来高値ですね。強いですね。はい。あと東京会長ですね。まあ、年初来高値っていうか厳密には年初ではないんで、年初来高値ではないんですけれども、高値取ってきておりますね。はい。あとはトヨタですね。これもちょっと後で取り上げていきたいと思います。はい。で、逆に安値取ってきてるのが95名柄ありますよと。アザーズ系がだいぶ売り込まれているというのが、 この安値銘柄一覧見てもわかかるかなといいううふうに思いますね。そして売買代金上位ですけれども1位レーザーテックに川崎基線3位ソニーグループ4位トヨタ第5位が日経レバレッジ第6位日本郵船第7位ソフトバンク第8位商船三井第9位東京エレクトロン第10位 UFJ フィナンシャルと。 いうことでこの金融系ね入ってきてますねまあ、海運朝方強かったんですけどちょっと気づいたらま点してたりということでちょっと引けにかけては弱かったかなというのが特徴的ですねはいというところで今日取り上げたい3名柄はオリックスソニートヨタなんですけれどもオリックス もなななかなか綺麗チャートをしておりますね。もうここは今非常に面白いですね。もうずっと前から高値取りまくってましたけれども、で業績に関しても過去最高益 EPS ベースですね、取ってくるんじゃないかと、自社株買いやってるんで、最終利益は過去最高じゃないんですけど、EPS に関しては過去最高予想ですね。 人がバー当たりの利益ですね。ということで業績もそんな悪くないよということですね。あとはもうそのやっぱり本命の保険とか銀行業とかはこれから面白くなってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてもう一つはソニーですね。こちらも高値を取ってきております。もうこれは素晴らしいですね。PR26 倍、もう全然割安ですよね。だからこういうもうメジャーどころ、もう日本のど本命の王道が高値取ってくるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。あなんかマーケットが正常になってきてるっていうか、 うんまあ評価されるべきところが評価されてるなっていうか、まあそういった形ですよね。ソニーに関しては上場来高値がこの2000年の頃ですね。今は1万7000円ぐらいが上場来高値なんで、で、今1万5000円。なんだかんだ射程圏内来てるかなっていうところで、なんだかんだ、まあ頑張れば上場来高値ブレイクしてもおかしくはないと。 いうことで、今日出来高もね、非常に多いですね。で、ソニーは今日 CES っていうのが開かれてるんですけど、これラスベガスで開かれてる、まあ、家電のイベントっていうか、こう、最新テクノロジーを集結させたようなイベントが、今まさにやってるんですけども、こちらの方でソニーが、まモビリティ力入れてきますよと、車力入れますよと、まあ、車ソニーが作ってるっのは前から、これ出てるニュースであるんですけどね、まあ、あとは VR とかですね、えー、力入れてきますよっていうのも発表されてたんで、そういった期待感ですよね。CES でなんか、やってくれるんじゃないか、ソニー。 みたいな、そういう期待感から買われていた部分もあるんじゃないかなというふうに思います。はい。そして最後はもう日本を代表する企業、トヨタ自動車ですね。素晴らしい高値取ってきておりますけれども、業績に関しても過去最高益見込みでございます。純利益も若干、まあ、上振れしてもおかしくないかなと思いますね。円安、今、非常に進んでるんで、このまま進めば純利益上振れしてもおかしくないと。EPS ベースではもうすでに過去最高予想ですね。で、配当利回り出してないんですけど、普通に高配当なんで、まあ、その点も、こう、下値が固いというか、 人気の銘柄ネ一つですね。トヨタもですね、非常にいいチャートしますね。2020年末ぐらいからですね、こうずっと上がってますよと。でもうトヨタに関してはもう普通に EV ですね、これからガチンコで取り組んでいきますよっていう発表が。 12月末ぐらいですかね。発表されてて、非常に大きな反響だったと思うんですけれども、ブルームバーグでも記事になってますね。トヨタとフォルクスワーゲンが EV 大構成。テスラーに反撃の呪し。業界の派遣かける <laughs> ということで。なかなかワクワクさせてくれるタイトルですね。トヨタとフォルクスワーゲン。12月に入り EV 強化に本腰を入れると。 でやっぱりこの EV に力入れるって言ってもインフラ周りとかもですね、力入れないといけないんで、周りも含め両社が計画する投資額は合計で1700億ドル、約19兆円。めちゃくちゃ大きいテーマですよね。EV 比較的こうずっと長いテーマじゃないかなと思いますね。それを受けてこうトヨタファミリーというかトヨタ関連ですよね。えー、そういった電装とかですけど、そういうところとか、あと電池系ですね。日本電海とか田中科学とかね、ずっと買われてますけど、そういう周りの EV に付随する もう非常にずっと買われてるんで、まあ、なかなか面白いテーマじゃないかなと思いますねはいまあ、ともかくトヨタもうド本命日本のど真ん中銘柄がこう買われてきてるっていうのはね非常にいい兆候じゃないかなというふうに思っているんでこれから期待していきたいなと,ということでとにかく今はもうテーマに乗るかちょっとこう金利見つつっていうところになりますかねやっぱりどうしてもアメリカの10年祭利回りとアメリカの2年祭利回りと で10年債から2年債引いた超短金利差出してるチャートなんですけど、これ、こういう金利差がこう開いてくると、やっぱり金融株は強いんで、そういうところに面白みがあるんじゃないかなと思いますね。ということで、今後もこのような株式投資の情報をどんどん振り返っていきますね。気になる方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。